乃木坂46時代の、うん、乃木坂ズームフライト履いてるのか衣装だとヒールとかがあるじゃないですか。あ、そっか。どんな靴でも踊れなきゃいけないんですよ。皆さんこんにちは、 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回のスニーカーホリックはタレントの中田かなさんです。よろしくお願いします。お願いします。今年からプロ雀士に。そうなんですよ。すごっ。ってことは乃木坂中に麻雀やってたってことでしょ。めちゃくちゃ通してた。おいめちゃくちゃ通して。いやいや、しかもこの間番組でもご一緒させていただいて、はい、まあ軽くボコられるっていう麻雀でね。そうです、あんま上手なイメージはなかった。やめてくださいよ僕はまあやっぱもうポーカーの方なんで。え、ポーカーやられるんですか。僕はもうポーカーは、私もポーカー今ちょっとハマってるんで。任せてください、もういくらでも教えますポーカーはガチ勢なんで、はい、いろいろ仲良くなれそう。もうプロポーカープレイヤーなんで僕は。そうなんです。よろしくお願いします。そしてですね、こちらにあるのが中田さんのスニーカーのコレクションになります。そうですね。もうサイズ感が可愛い。これは23センチ 3.5 ぐらい、24ぐらい、24ぐらい。あ、メンズだと 23.5。 うわー、いいね。何足ぐらい持ってるんですか。多分60くらいですか。あー、結構持って。いつぐらいから中田さんこのスニーカー集め出したんですか。それが4年くらい前なんです。あ、4年前、うん、だからそんなにやっぱ歴は。いや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 、でも4年でやっぱこれだけあるってことは結構、まあ、まあまあの頻度で買って、麻雀やりながらスニーカー買って。そうですね、麻雀かスニーカー。麻雀かスニーカー、やんちゃですね。普段どうやってスニーカー保管してるんですか。スニーカーはもう、うん、ボックスに入れて、うんうん、積み重ねてるんですけど、ちょっと写真撮ってきたんです。おろおろおろ、はい、こんな感じです。あ、めっちゃいいじゃん。箱ごと積んでるんですね。アヤマックスの、うん、We Love Nike の、はいはいはい、なんかちょっと彷彿するなって思って、はいはい、あのボックスがこうなってるやつね。ちなみに、はい、中田さん今日履いてるスニーカーは。今日はこれですね、ブレザーの。お、かわいい。ブレブレって、あのなんか競技のやつですね、うん、プロレスの。プロレスのルチャリブレの、うん、ブレザーバージョン、何個かでエアマックスとか出てるんですけど、うん、え、俺初めて見たこれ。これが最近出たやつで。あ、最近なんだ。今日のサテンみたいな。あ、え、あ、サテン、本当だ。このツヤツヤ感と。これ上級者だな。デザインがいいな。いいね。やっぱこのトータル、このコーディネートも。そうですね。ちょっとやっぱ秋感。はい、秋感。あ、いいですね。テンション上がりますね。それでは中田さん、一足目のスニーカーお願いします。はい。一足目はこちらですね。あら、はい、はい、エアズームフライト95ですね。スニーカーが好きになり始めた一足目のスニーカーです、うん、ズームフライト一足目に。その当時、うん、ヒップホップというか日本語ラップがすごい好きになっていって、はい、はいはいはい、で、まあ、そういうファッションが気になってきた時に、うん、まあ、いろいろ欲しいスニーカー、ハイブランドとのコラボとかが買えなくて、うん、でその辺からだんだん興味持って、うん、でやっと買ったのがこれですね。なるほど、はい、うわ、ワクワクする。クリーピーナッツさんとか。ああ、はい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 、今旬の人たち。なるほどね。ですね、この 出られてたウィリー・ウォンカさんも大好きだし。なんでこの、はい、またズームフライトだったんですか。もうこれ完全にデザインですね、うんうん、もう基本的に私デザインで大体買ってるんで、うんうん、歴史とか全然知らないですよ。いやいや、スポーツもやらないし。いいもうそのもういい、もう歴史をうんちくで語るのはもういい、はい、聞きが来たそう、だからよくは知らないんです、もうその当時とかも全然何も知らないんですけど、うん、もうこの、うん、このエアーのこの丸何みたいな。なるほどね。何それっていうのと、うん、あとこのなんか野球ボールみたいな、このこの曲線美みたいな、はい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 、何これっていうので、うん、確かにズームフライドってやっぱちょっとデザインも攻めてるもんね、はい、ナイキ の, その、まあ、ネットニュースで見て、うんうん、ナイキに売ってんのかなと思って、うんうん、見に原宿のナイキ の,、はいはい、あの大きいところ行って、うん、これありますかって見せたら、うん、これはあの売ってないんです、店舗では売ってないやつなんですって言われて、うんうん、そこで初めて、うん、このオンラインで買わなきゃいけないんだっていうのを知ったんですよ。 なるほどなるほど。 そ, うです、ね、で そこからこう、まあ、やっぱ情報をいっぱい仕入れないと、うん、はい、スニーカー買えないなっていうのを知ってました、ね、うん、え、じゃあこれはどういう方法で買ったんですか。これはだからそのあのナイキ の,、うん、あのスニーカーズじゃない方のナイキの、うん、あ、はいはいはい、うん、あっちで
変えましたね。それこそもう乃木坂46時代のライブのレッスンとか、うん、結構履いてました、ね、乃木坂ズームフライト履いてるのか。はい、でやっぱこのメンバーも全然スニーカーやっぱ詳しい子いなかったんですけど、うん、あのやっぱこのインパクトで可愛いねって言ってくれるし、うん、嬉しいみたいな。最初メンバーの前でズームライト履いてた時のどういう空気なの？みんな別に何にも、あ、何にも何にも言う、なんかいいスニーカー履いても逆に反応してくれないというか。あ、なるほどね。ちょっとその切ない、気づいてよの、気づいてよって思うんだけど誰も気づいてくれないですね。最初の方とか、うん、レッスンで持ち運びしやすいスニーカーがメインだったので、うん、こっちのこういうね、はい、鬼塚タイガー、はい、鬼塚のね、もうこれこんなこれで持ち歩けるから。確かにね。いろいろレッスンルームとか結構、うん、その持ってかなきゃいけないので。そうだね、みんなカバンとかあのトートバッグとかに着替えとか入れてるもんね。そうなんですよ。この辺とかこういう軽いやつをいつも使ってたんですけど、はい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 、まあこのズームフライトあたりからだいぶスニーカーにはまり始めて、うん、どうなんですか、そのダンスとして、はい、踊るのには向いてるの、練習として。でも衣装だとヒールとかがあるじゃないですか。あ、そっかそっか。だからどんな靴でも踊れなきゃいけないんですよ。うん、なるほどなるほど。で、まあ、レッスンルームって鏡が常に前にあって、うん、それを見ながら、まあ、自分のフォームというか、うん、この角度かっこいいなとかをこう研究するんですけど、はい、やっぱりあの靴とか、うん、まあ、ファッション全部なんですけど、うんうん、いけてない時にこう一日その鏡で自分を見続けるのがしんどくて、なるほど、イライラしちゃうんですよ、ダサい服着てたりすると、はいはい、だからもう好きなスニーカーを絶対履かないとレッスンやってらんないみたいな。いい話だな。そうですよ。だからもう結構バシバシいろんなこう、うん、まあ多分一応プレネとかつくようなスニーカーも履いてきましたね、うん、なるほど、はい、他にもなんか最初のに買ったスニーカーとかってあります？いや、これとかですか？おお、はい、このね、ジョナホーのリーバイス、このブラックデニムの。そうなんですよ、まあ、あのブルーが買えなかったっていうのはあるんですけど、僕もね、この番組でロサンゼルスに行った時に買ったんですよ、はいはい、あ、そうなんですね。そうなのよ、お揃いだね。お揃いだね。え、ブラック？ブラックなのよ。あ、なるほど。お揃いだね。はい、そう、お揃いですね。こんなに汚せる MC ないよ。これもレッスンで履いたりしてる？履いてますね。なんかこういうのってダメージ出てほしいじゃないですか。うん、ちょっとダメージ出た方がおしゃれに見える系のスニーカーは。もうめっちゃ履いてます、まあ、まさにこれなんてやっぱりデニムだからね。そうなんですよ、ちょっといくらでも汚してもなんか汚れてかっこよくなりそうです。うん、わかるわ、うん、でも中澤さんでこのスニーカーとか麻雀とか、はい、なんですか、もうマニアックっすよね。女子がこのあんまり行かないところに、そうですね、なんでそういうもの惹かれるんですかね。あのオタク気質だったんですよ昔から、うんうん、昔アイドルオタクだったりとかもしてて、だからやっぱり一個なんか好きになると熱中しちゃうというか、こうとことん知りたいみたいな、とことん知りたいなっちゃうんで。だって今ジャンソーもやられてるんですよね。やってます。すごいよね、はい、店内めちゃくちゃおしゃれだったよ俺見たら。 ありがとうございます。すごい。こちらですね。あ、はい、はい、これまあブレザーの刺し子っていうやつなんですけど、まあ、ブレザー好きなんですよ、うん、女子のブレザーはいいよ。すごくいい。あの全体的に全部好きですけど、うん、やっぱブレザーって使いやすくて、うんうん、こう上品にもなるし、うん、ゴリゴリしたファッションにも合うし、うん、じゃあコーディネートも一応、あ、え、見せてくれるんですか？インスタに載ってるやつだとかも。インスタに載せてないやつもあれば。あ、じゃあ載せてないやつ。あ、いいんですか？すいません。はい、こんな感じですね。あ、いいですね。あのこっちの方のブレザーですけど、もう一個の方の、まあ、アニマル柄のミニ丈ワンピとかなんですけど、うん、ちょっと主張弱めだからこそ馴染むブレザーみたいなのが合うんで、可愛、うん、いなと。いや、おしゃれだね、やっぱりいいねを今押させていただきました。いいね、心のいいねを今押させていただきました。ありがとうございます。これ一応何も載せてないので。じゃあ今アントニーのいいね1ということで。あ、1だけ入りました。ありがとうございます。あとは、うん、まあ、このちょっと近いものかなと思うので、ね、ちょっとなんかこうスニーカー初心者の女子とかにもなんかおすすめのものとかあったら、はい、それこそ買いやすいっていう意味で。あ、いいじゃない。
これですね、プーマ、ヤルフサンプソンのマイケル・ラウのなんかコラボみたいな感じで出たやつなんですけど、うんうん、まあ、ブレザーとちょっと似てるというか、確かにシルエットが、うん、で使いやすさがやっぱまあピカイチで、カラーが結構いっぱい入ってたりとかするんですけど、うんうん、まあ、お洋服に馴染みやすいので、うん、使いやすいって思って買いました、ね、うわーいいなー。でもまあ言っても、うん、そのまあ、タレントさんとかモデルさんとかって、はい、結構私服でなんか仕事されたりとか、うんうん、あの自分の私物を、はいはい、あのそこに入れたりするじゃないですか、うん、でも乃木坂って制服で決まってたから、自分であんまり楽しむ時間とかって少なかったじゃないですか当時は。あのもうやっぱ乃木坂全体としてのお仕事の時は、うん、決まった衣装なんで、うん、なかったんですけど、まあ、ファッション系の撮影の時ってこうまあ衣装さんが用意してくれたファッション系のお洋服が着れるんで、やっぱりこう違うんですよね、あの今までの乃木坂の衣装と違うものが着れるタイミングで、その時にあの履いてったスニーカーをなんかこっちの方が合うねって言って採用してもらった時があって、私の私物の方がいいって言ってくれたのみたいな感じで、まあ、合わせに行ったわけじゃないけど、うんうん、ね、そのスニーカー合わせようよみたいな、言ってくれたのめっちゃ嬉しかったですね。そんなやっぱ確かに嬉しいね、はい、うん、まあ、最近お気に入りのものをお見せしたいと思います。あらあら、え、あら、まあ、箱で箱でちょっと気づく方は気づくかもしれません。あらあらこちらですね、きた、はい、オフホワイトとダンクローの、ダンクローのね、出しすぎ出しすぎあれいいね、これはまあ19ですね、うん、はい、それはさ、やっぱあの中からこれがいいなっていうのを、いや、ちゃんとこれ限定アクセスで買ったんで、え、来た、そう、色選べてないんですよでもあれが来たんだ、はい、そうなんですよ、で来て、まあ、買おう買おうと思って買って、うん、でもその色がオレンジなんちゃらって書いてあって、うんうん、え、待って、オレンジってなんだよどんなん来るんだみたいな、うんうん、思ってたら意外とこう、あの使いやすいオレンジと、うんうん、ここがオレンジなだけかみたいな、この生地もスウェードで可愛い、うん、このね、ナンバリングがこう書いてある感じとか、うん、そうだよね、そうだよね、そうなんですよ、私19ですよみたいないいな、私19になってますみたいなちょっとでもね、僕の友達でね、はい、50全部集めるって言ってるやつがいて、でも30ぐらいまで行ったっていうやんちゃなね、やんちゃやんちゃなやつがいるんですよ。いや、いいよね。僕も初期のやっぱ、はい、あのね、ダンクローと、はいはいはい、オフホワイトね、3足、あれは持ってますけど、どの、いや、3個、あ、3個と思ってるんですか、はい、え、すごい。いや、あれ欲しかったんです、買えなくて。でも私あんまりこうプレネとか手を出したくない、わ、うんうん、かるよ俺は出したくないんだよ、そうなんですよ、っていうのがあって、うん、すごい我慢してやっと来たダンクローというか、うんうん、別のものですけど、まあ、じゃあ逆に、ね、はい、これはプレネで買っちゃいましたっていうのもあります？それがないんですよ。おえー、ないんですよ。すごい、まあ、結構限定アクセスまあまあ来たかもしれないですね。このあの LA to Chicago とかは限定アクセスでした。マジ、はい、でもあのウィメンズサイズなくて、ま、でメンズの何だったかな、うん、無理やり履いてて、あ全然サイズ合ってないんですけど。スニーカーのこの情報収集とかはどこでしてます？はい、スニーカーウォーズとか。あ、まあ、いや、もうあれは僕も何年もずっと見てますスニーカーウォーズは。今結構増え、スニーカーダンクとかも、うん、そうだね、あのいろいろ情報出てるようになったし、ね、うん、結構増えたかなと思うんですけど、うん、オフホワイトのスニーカー結構好きなんですか？はい、あ、まあ、この辺がオフホワイトなんですけど、うん、結構履いててちょっとこの辺分かりやすいかな、うん、この分かりますか、このつぶつぶがあるんですけど、うん、本当は、うん、ほぼもうないんです、ね、本当だめっちゃ履いてますこの辺は。あのツルツルなんですよこの、うん、なんかビニールシートみたいな、うんうん、まあ、このツルツル具合が雨でもやっぱ、うん、あの履けるというか、はい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 、あの気兼ねなく履けるっていうのがやっぱいいなと思って、うん、入ってますね。 いつぐらいからこのオフホワイトコラボ系を集め出したんですか？まあ本当この辺しか持ってないんですけど、うん、本当にジョーダンとかからもずっと欲しいって思って、うんうんうん、
やっとこの辺は変えたって感じで、でウィメンズだったから、まあ、変えたんですけど、うん、メンズとかのダンクとかそれこそ欲しいって思ってて、まあ、今回のこれは変えたんで。なるほどね。それこそ僕やっぱ今後欲しいスニーカーで言ったらあの2のオフホワイト、 あれ出るでしょ、はい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 、あれ欲しいな。欲しいですね。楽しみですね。さらっと履いてそうだな。こちらです。ほう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 、はい、まあこれ、うん、あのヒューマンメイドアディダス の、うん、あのカントリーなんですけど、うん、まあ、このカラーが、うん、あのみんなが持ってるやつじゃなくて発売されてない、うん、発売されてない。なぜ発売されてないの。はい、2号さんから2号さん前からヒューマンメイドが、うん、まあ、好きで、うん、結構来てたんですけど、うん、お友達だった女の子が、うん、ヒューマンメイドで働いてるって話になって、で私すごい好きみたいな、うん、いいねみたいなって感じの話をしてたら、うん、今度会社来てよって言って、うんうん、行ったら2号さんのところに案内していただいて、知り合うことになりました。2号さん、はい、2号さん、はい、すぐあげるんだから知り合ったらすぐあげる。かっこいいね。かっこいいんですよ。これは多分普通黄色の色なんですね、うん、けど、まあ、ゴールドでヒューマンメイドのフレンズ&ファミリーですね、はい、そうですね、フレンズ&ファミリーで、まあ、その前の、うん、あのコラボのやつですけど、うん、ファレルこれですね。あー、いいね。こちらがあの並んで買いに行ったもので、うん、並んだ。そうなんですよ。まあその時当時はもう2号さんとお会いした後ではあったんですけど、うん、おねだりなんてできない、うんうん、で普通に並びに行って、並びで買った。で原宿の、まあ、ラフォーレの方が全くもう、うん、もう、ね、列ももう無理ですみたいな、うん、もう終わりですって感じで、うん、うわどうしよう買えないかもってなって、うん、で原宿のアディダスの方行ったら、うん、まだ買えそうで、もうオープンと同時に行って、買えたーいた。そっか。でまあ、これ3種類出てて、これがソーラーで、うん、NMD NMD ね、欲しかったんですね、うん、で欲しいなってすごい思ってたんですけど、うん、まあ、買えなくて、これを愛そうと思ってたところ、うん、まあ、また2号さんのとこに遊びに行ったんですよ、うんうんうん、そしたらですね、なんだ、あ、なんじゃいこの箱は、なんじゃい、こんな箱をいただきました。なんじゃいその箱は。あの開けてみると、うん、2号さんNMD が入ってまして、私があの欲しかったんだよねとかいう話もしてなかったんですけど、うん、くださって、かっこいいな。ハート、もうこのヒューマンメイドの、まあ、存在感も、うん、もちろんなんですけど、この赤のシューレースにするときと白のシューレースにするときで全然印象が違くて、使い勝手も全然違うんですよ。なるほどね。これの赤だとガーリーに結構履けるし、白だと結構どんな服でも合うし。ニゴさん紹介してくんない私はもうあの私も2号さんに会う時もちょっとドキドキしてるし、あ、やっぱね、まだそんな仲じゃない。いやいや、まあまあまあ仲良くなったらそのうち紹介して、ちょっと頑張ってちょっと頑張ってなんか他にもちょっと自分の中で珍しいとかちょっとレアじゃないかなみたいなスニーカーってあります？やっぱこれですかね。あ、ファセッタズム、ファセッタズム、はい、うん、これね、はい、こう結構おしゃれな女の子履いてたりとかして、はい、やっぱまあカラーリングもいいし、あとこのね、やっぱこのヒールのね、このオレンジの、これ可愛いのよね。はい、可愛い。で、このちっちゃいジャンプマンよくない？あ、いい、いい。可愛いが散りばめられてる、うん、あのさっき言った衣装を変えてスニーカー使っていいですかって言われたのがこのファセッタズム。あ、これなんだ。はい、やっぱ衣装さんの食いつきがすごい。みんなやっぱ衣装さんは、うん、え、ファセッタズムの持ってるのってみんななるんで、うん、さあそれではね、もうこの番組でもう皆さんに聞いてる、はいはい、最後の質問をさせていただきます。中田さんにとってスニーカーとは何ですか？はい、自己主張ですかね。あ、なるほどね。はい、まあ、それこそ乃木坂にいた時とかってそれが必要で、うん、自己主張が必要でっていうのが、うん、まあ、こうタレントとかをやってくれてずっと常に必要なものだと思うんですけど、うんうんうん、スニーカーってこう足元だけなのにずっと私を見てって言ってる、うん、
わかるこの、うん、こんなにたくさんある中で魅力的な2足を毎日選んでっていう、うん、こうこのこと自体が素晴らしいなって思いますね。確かにまあやっぱこう人との違いをやっぱこのスニーカーだけでやっぱこう演出できたりとかもしますもんね。そうですね、確かに主張になるもんね、はい、でやっぱこっから会話が広がったりとか、うんうん、結構スタッフさんとかで好きな方とか多いじゃないですか、うん、多いね多いね、めっちゃ話し弾みますし、うんうん、まあ今でも握手会とかでもファンの方とあれ変えたみたいな話とか、うん、すごいしてたんですよ、ね、そうなんだ、すごいコミュニケーションツールとしても、ね、握手会の時はちなみに、はい、その時はやっぱさすがにスニーカーじゃないの？あ、全然スニーカーでした。握手会の時スニーカーなんだ。だって見てほしいですよ、みんなになるほどね、はい、なんか握手会の時一番褒められたスニーカーみたいなのあります？でも LA とシカゴが本当にそうなんですよね。あ、まあそうか、やっぱまあ目立つからみんな目行くともあるんですけど、うんうん、あと東京メイズか。ああ、東京メイズね。東京メイズも結構褒められましたね、うん、いや確かに確かに、いやいいわ、なんかやっぱ楽しかったです、本当に楽しかったです、うん、この時間が永遠だったらいいのにってありがとうございます。またよかったらいろんな企画やってるんでね、はい、遊びに来てください、はい、長良さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか。面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして GQ ジャパン YouTube チャンネルでは他にも様々なビデオを公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。